集中豪雨や台風の季節を前に、洪水や河川の氾濫など都市型水害による被害を軽減するため、5月12日、区は東京消防庁第一消防方面内の消防署と合同水防訓練を実施しました。消防関係機関をはじめ、町会、ボランティア、企業などの参加団体が水防工法や救出・救助訓練を披露し、いざという時のために連携を確認し合いました。東京都の民生児童委員が誕生して今年で100年、それを記念して5月19日民事祭りが催されました。住民の相談に応じて親身になって援助を行い、地域の子どもたちを温かく見守る民生児童委員。会場は何でも相談のほか、映画上映、ハンドマッサージ講習会など多彩な企画で盛り上がりました。山王祭り間近に迫る、都心を染める華麗と勇壮。2年に一度の天下祭りをご堪能ください。